はい、こんにちはくんです。ということで、今回は人狼ジャッジメント、霊能者、ショーン、やっていきます。市民さん、人狼さん、占い、一霊の一、カリード一、サイコ一、独裁者一、偽占い一ということで、この部屋進行難しい部屋ですね。独裁がどう出てくれるかっていうところかな。独裁の出方次第で、いろいろ変わる部屋かなと思います。あと、ここね、占い初日破綻あり得るから、占い師がサイコに白出し、あ、占い師が対抗に白出しとかしたら、あ、でもあれか、偽占いの可能性があるのか。なんとも言えんな、じゃあ、初日破綻ねえわ。ゴミだ。どうしよう。独裁者どう動いてくれるんだろう。ちょっと黒打ちにくい部屋だよね。ここ。多分。そんな気がします。280かな。ああ、びっくりした。なんか大事故起こってないっすか？超大事故起こってますよ。はい、もうロラですね、これも完全に。大事故じゃん。大事故起こってる。偽占いやない？てかジェシカ目線フェイ偽占い以外ないんだよな。いやエマちゃん早いよ。ジェシカはフェイ白出ししているぐらいしか情報ないよね。新切りもなんもなんもないで、これ。延長希望。ぶっちゃけ新切りもなんもない。延長希望。もう新切りもなんもないって感じ。延長希望。延長希望。延長希望。霊能白かよ。対抗白のが良かったな。グレーチャレンジャーアホだよな。グレーチャレンジャーバカでしょ。なんとも言えねえ。ジェシカ偽占いだったら何の意味もない。フランクでよくねえか、これも。フランクは何？グレー行きたいの？7分の2しか人狼釣れないよ。黒とかありえないだろ。黒の場合グレー釣りのがいいのか。は進化偽占いなんだからフランクニックでサイコ黒もしくは黒黒ですよと。独裁を回避して指定する自信は一切ない。サイコ潜伏選んで3人中2が出るパターン少なからずあると思うんだけど、本気で言ってんの？打ち合わせしてないってこと？打ち合わせ不足ってこと？ロディないだろ、基本追わねえよそんなの。グレーツールフが運ゲーなら占い攻めて新規で一番新目ないところ落としかなくね。延長希望
占い行かないか。グレーつっていいってことはさ、メアリーさ、飛躍透けてるっしょ。じゃあメアリーでいいんじゃないですか。フランク生存力とても強いです。なのでサイコはない。まあグレツリでもいいと思う。延長希望。延長希望。延長希望。グレツリでいいって言ってるやつ釣りたいよね。フェイさん、独学者って何ですか。いやどうした。大丈夫か。そうですね、確率論数学者みたいな。あーそうか、ごめんごめん、確率論か。そっか、でも確率論。はい、え、普通にメアリーさんじゃダメっすか。メアリーでもあれか、白いのか。グレー釣り推奨してるやつって誰だ。延長希望。延長希望。延長希望。グレー行くならグレー占い。延長希望。延長希望。グレー行くって言ってるやついたよね。飛躍っぽいし。J は役ありそうな感じはする。別にチャンはグレー行こうって言ってないんだよね。それこそエマ指定したいけどね、数学者。だ、数学者残さんときついか。新切り占い釣りを押す。バニラも役ありそうだな。バニラちゃんあたりが、バニラちゃん J あたりが占い行ってほしいってことか。いや、占いローラーしちゃっていいんじゃねって思ったけど、その時点では。ちゃんはグレー釣りでいいって言ってんのか。ちゃんグレー釣り派に転向したのか、その時点では。はい、チャンして回避どうぞ。グレーから行く派に、転向した人。まあごめん、理由は言わんわ。カミングアウトなし。まあいいんじゃない。オッケー。あぶねー。いや転がしたらいかんくない。いや、転がしじゃなくね、ここ。じゃねえ、ちゃん釣り。宣言する。え、対抗最高。え、対抗見んの。え、対抗見るわけじゃないよな。え、占い対抗見んの。グレ占い、グレ最高見るの。まあ占い対抗の方がいいのか。でもこの場合、まあそうだよな。え、グレー占いなら、グレー占いね、ならゾーンもいらんやろ。占い見ます。なに、フェイ自殺すんの。フェイ自殺志願者か。ん？フェイは自殺してでも最高位置特定したい。
じゃあ、フェイ、誰占うか宣言しないとダメじゃね？フェイが誰とも言わずに死んだら意味ない。初日絶対狼釣りたい。なんで？じゃあローラ釣る？いや、いいでしょ。うん。別に言えるでしょ、ローラ。そこ、進行論だから。30秒前。フェイとか新芽取りたい狼だろ。まあ分からんくもない。なんでフェイはジェシカ考慮にも入ってなかったの？あの、気になるんだけど、フェイはなぜジェシカが考慮にすら入ってないの？30秒前。フランクニックの2択って意味わからんくね。フェイ目線、ジェシカが何か透けてるの。10秒前。まあここはいいや。ジェシカにフランクニックランナーすれば破綻するかも。まあまだ一緒、まだグレー出させて一緒。明日でいいでしょ。釣らないんならの話だけど。さあ何人死者が出るか。うん、普通にメアリー噛まれたか。人狼目線なんでメアリーかの？メアリーその最白い位置か。まあでも白い位置ではあるが、フェイが何にせよ。おはよう。メアリーってグレーから行こうって言ってるあたり飛躍っぽい気がするんだけどな。グレー絶対行こうって言ってて。バニラ白。なんだジェシカこれ。フランクジェシカのうちにサイコか人狼です。なんかもうフェイ破綻しまくってね。フェイはニック黒って言っといて。あ、どうなってんの。日本語はごめん、わかんないんだけど。クドラしづらいし、偽占い語れる場面で対抗占い黒出しか。
確かに。J 黒か。J シミ。J は？クレイの現状、チャンバニアが発言少なめで個人的に色落ちないところ。エマについては真っ先にクレイ詰め提案をしているところなので、ムラ目は高い。何したかったんだ、J は。グレー詰めを提案してるところ、ムラ目高い。グレー詰めしたかったのか、J は。うん、園長キモ、まあ、市民っぽいね。園長キモ、園長キモ、よろしく。園長キモ。園長キモ。ジェシカ目線フェイシン確定ジェシカ偽占いならジェシカと使ってサイコロにさせてもジェシカは死なすべき。フェイってニック黒で霊能生きてるに黒なしできると思います。できるでしょう。いるよ。園長キモ。ニック釣り。ここニック釣りなの？ここニック釣っていいのか？園長キモ。あ、独裁いるだろうし、独裁いる可能性もあるし、容易に RPP かけられないから今日黒って出しにくいと思うんだよね。ニック最高、フェイ偽、ん？違う、ん？ニックでもニック黒しかありえないのか。ニック黒フェイフェイシンのパターンか、ニックシンフェイ黒のパターンか。ただローラフェイニック両方義ってこと？園長キモ、園長キモ。あ、ニックサイコフェイ人狼みたいな。園長キモ。ニックサイコフェイ人狼ジェシカ偽フランクシンとかならまあある。あ、そっか、偽占いでも、偽占いでも初日は白か。偽占いって、サイコ占うのか？仕様的に。どうだったっけ？サイコ占わないのか。園長キモ。さすがにサイコはクローチは見てませんね。園長キモ。園長キモ。
手に芯なのかね。ニック釣っちゃっていいのか。ジェイ黒。サイコは黒にすると自分に偽占い主張を消えるので何かと黒に不利になるのでまずしにくいかと。ニック釣りが妥当なのかな。ニック釣りが妥当な気はする。しかも狩人仕様しそうではある。ジェイが延長希望、延長希望。延長希望ちゃん白だよ。黒じゃねえよ、勝手に言うな数学者。フェイニック両義ってケースは存在しないか。これほぼニック義フェイシンジェシカ偽占い路線じゃね。フランク、猿、路線じゃね。エマ、ジェイ、バニア、ロディ、ツールフ。いや、一緒そこいかんで。いや、今日グレーはいらんやろ。フェイに護衛寄せるんだったらグレー行ってもいいかね。フェイ超えてもニック新切りだぞ。これグレーつっていいんじゃねえか。カリウド出てもクロスでいけるっしょ。フェイニック新切りできるなら、メアリー狩りとは思えないな。狩人死んでる可能性あるからない。光透かしてんのか。ここで1分前。うん、ニック釣りますわ。護衛は、うん、いや、10秒前。
言わなくていいよ、フェイ。フェイは自由占い。ジェシカは宣言して30秒前。10秒前。何占うの？ジェシカ黒か分かんないんだよな。偽でも死ぬからな、最後で。別にいいんだけど、まあ、ジェシカどっちにしたいんだろうね。まあ、任せよ。難しいな、占いの決め打ち。全4つやっていくの。よし、人狼か。狩人噛めないと思うんだけど、どこ噛むんだろうな。やっぱフェイク噛みたいか。まあでも一回占われても大丈夫だから、ここ多分噛みたいよね。バニラ光透かしたの何なんだこいつ。独裁者か。独裁者じゃなかったら相当意味わからんぞ。チャン市民でしょ。10秒前。エマ狩人臭いログなんだよな。狩人死んでる可能性あるとかって言ってるから、これ狩人じゃないですって言ってるのと同じなんですけどね。自分で来るか。手がかりなくなったな。もしかしたら死んでっかもな。おはよう。おはよう。うん、ニック黒ね。結果はジェシカ。フランク白。うん。え、ありえなくね。フランク狼しかありえないってこと。っていうか、フェイサイコはありえないし、フェイシン確定だよね。サイコなら噛まれてないはず。いや、フランクシーンとかないよ。サイコ髪のフェイシに？フェイシン、フランク、ギ、ジェシカ、サイコじゃないの？まあありえるね。市民仕様あり。ギドラって意味ないんだけど。チャン確定市民やろ。シエラナいないから。
いややるならフルオープンするしかない。使用なしで延長希望。よし、フルオープンしようか。延長希望。1回延長。延長希望。延長希望。210フルオープン。延長希望。210フルオープン。カミングアウト。は？あ、独裁死んでるってこと？ロディ遅っ。別にローラは？は？ローラは？カミングアウト。独裁いないのか。誰か白置きしたらいけるな。市民に独裁潜伏は、独裁潜伏はいらないよ。謎推理すぎねえかそれ。いや、いや、ないでしょう。都合よすぎる。待て、延長希望。カリウド、ニクロデ、ローラ、独裁が真実なら、一旦よろしく。ドディ、ジェイ、チャンが市民で確定しろ。メアリー、カリウド、カリウド、どっちのシーン見れない。いや、延長して。メアリー、カリウドとか宇宙すぎねえ。てかさ、バニラカリウドじゃねえだろ。昨日光透かすようなログあったぞ。カリウド死んでるかもみたいな発言いらんでしょ。ただエマの方がグレーツリー、グレーグレーって連呼してんだよな。メアリー市民だろうな。1分前。延長。延長希望。延長希望。延長希望。Gを白置きするんなら、いや、バニラエマの何だろう。触れてなさすぎ。な
何も触れてないだろ。昨日のログとか身内切りだってするだろうし、どうでもよくね。バニラ、延長希望。ローラが独裁使ってロディ釣って、何を言ってんの？ジェリーやばくね？メアリー狩人ならめちゃくちゃだよ多分。延長希望。いやもうメアリー狩人むちゃくちゃだぞ。じゃあ誰が人狼なんだ？あ、誰が最後なんだ？延長して、ローラがドディに独裁使ってもらっていいっすか？ローラ独裁どうぞ。でバニラが私護衛、エマがローラ護衛。いや使わないと芯取れないし、メアリー独裁の戦闘があるやろ。クロス護衛大丈夫だな。フランク、ジェシカ占い、ジェシカ、ロディ占いで。はよ、独裁使って。ギか、こいつ。早く使って、1分前、30、もうなんめんどくさい。うん、早く、めんどい。はいはい、ローラ義勇気ね。30秒前。はいはい、もう早く使えよ。もう使わん。クロス護衛指定済みね。バニラ今よろしく。30秒前。まあ、J 黒はなさそうだもんな。10秒前。 J、 これロディ白で、あ、ロディ黒で、ミナバニラに黒がいてって感じか。どっちかって感じだな。で10秒前、どこだ、 J か。あ、で、ジェシカ最後ね。クロスして固めりゃ勝ちじゃね、これ。はい、ロディ黒。勝ち。クロスで
固めたら勝ちだぞ。バニラが私声、エマがローラ声ね。あ、待て、それだな、護衛なしの方がいいかな。延長希望。そうだそうだ、ごめん、これクロスじゃねえわ。意味ある。てか、エマのが新芽あるからエマに守らせてバニラ放置じゃダメっすか。うん、しない方噛むだけじゃねとか言ってるし、カリウド決め打ち良くない？エマは、グッジョブ出したら勝ちだよ。一旦よろしく。バニラ護衛しないのよ。つまり明日犠牲なしならエマが死んってことになる。最初バニラが護衛だったのに、バニラが意味ないとか言い出すからだぞ。一旦よろしく。バニラ護衛なし、エマローラかショーンを護衛。ロディの見るか。エマのロディへの触れ方見る。30秒前。10秒前。ニック釣りの紐だな。バチバチライン切れと思うんだけどね。ちょ、ここからもわからんな。運ゲー。まあ、ニックはラインとかなさそうだな。あとはロディか。ロディが尻尾出してないかって感じか。30秒前。進行論ばっかって感じだよな。釣りはエマでしょ。なんかエマが釣りとかっていう風になんか言ってんのか。ロディエマって見れる、これで。相当な大演技だよ。やばいよね、この演技。あ、エマ釣りじゃないのみたいな。10秒前。エマ釣り、エマ釣りね、把握。こんなんが全部あれか、お芝居ってこと？そんなバカな。なるほど。
2分の1を外した罪は重いぞ。リターンよろしく。フランク氏にニックフェイオカミのパターン存在せぬか。で、もうエマはあんまログがないんだよね。もうほとんどほとんどログがない。この数学者には諦めムードだな。ジェシカがフランク占う。ジェシカ最後フランクシーンあり得る。フェイ守らなかったんだよな。2人ともフェイ守らなかったらなんて言ってんの。何も言ってないのか。でバニラは、ん、ショーン残すと思ったから今破綻してね。ショーン残すと思ったならローラ守るだろう。そうなんだよね。俺さ、結構さ、もうエマシンみたいなこと言ってたんだよ。で、バニラ叩いてたので、だったら、ショーン守ると思うんだけどな。バニラは、初日なんか占い行くのはやめようっつってんのか。え、ローラ噛まれてるじゃん。大丈夫か今お前数学者よ。おかしいだろ。延長希望。延長ログ見てる。でバニラはどっちみち決め打ち場面なら今するしかないよ。しょもっと言えば独裁すかすとしょうもない。わかんねえこれ。エマの録画むちゃくちゃなんだよね。あのさ、ロディの初日の絵祭り把握ってあれ素なのかね。あれお芝居、あれお芝居なのか。あの絵祭り把握ってやつ、これ絵祭り把握とか言ってちゃん釣りなのに絵馬かと思ったとかって言ってるの。バニラはジェシカへのあれってどうなったんだっけ。
バニラ黒だったらジェシカに2日目に白出されてるんだよね。正直ロディなんてほとんど見てない。本当。数学者がそれか。かなり感情論だな。くそ。いやこれエマちゃんに流されそうだな。今優位なログがほとんどない。エマのログ見ろ、ニックに触れてなさすぎ。そこじゃないんだよな。バニラさ、グッチョブ出すためにはいない方にした方が意味あるって言ってたよな。私がバニラの光要素を指摘したときに。でもあなたずっとショーン守りじゃね。グッジョブなんか起こす気ないだろ。ショーンかね、フェイローラーに持ち込む狼あるかなと思った。あと、ちょっと待って、光要素っていうよりもあれかな。あの、ごめん、いいっすか。光要素うんぬんの前に、バニラはマイナスログ、エマはゼロログしかないので、ロディ君の3日目ログで決定します。ロディ君、ニック釣り、ゴリ押しまくってました。そして、釣られ際も私はニックを押したと主張。その日めっちゃバニラに粘着してるんだよね。すまんなバニラ。俺にはこれ限界かも。これぐらいの考察が限界だな。ちょっとエマとバニラのログじゃわかんねえ。マジか、黒か。
普通光透かしたら絶対その人釣ります。難しいな。仮生存促すのって護衛寄せて、あ、どっちもなかったな。これみんな分かったか。これこれ分かったかな。今もゼロログだったしな。バニラも光透かししてるし、ヘイ守らない光透かす狩人 VS チンパンゼ。いや数学者だろ。そうだな、光透かす、これ俺攻められなくてよかったかな。ごめん、光透かす狩人はちょっと無理だな。透かす狩人新目に見ないのって間違ってないよな。ちょっと擁護してもらおう。今なんもないもんな。チンパンジーだもんな。もう何言ってるか分かんねえし。よかった、それならニックがそう言うならいいや。別になんか狩人潜伏する村でもなかったんだよね。猫いる部屋とかならまあありかと思うけど、ここそんな隠れてどうするんって思ったから。まあ、それなしにしてもだな。それなしにしても、そうなんだよね。あの日に光透かす意味ないんだよね。初日ならまあわかるんだよな。むしろ初日ログではエマ、グレー希望、バニラ、占いロラだから、バニラ狩人ログと思った。でも、1日目で光透かしが、ちょっとな。まあ、フラットに考えたけど。じじっすね。落ち着く。